おはようございます。今日はね、今度川、この川のね、キワがめっちゃ危ないんですよ。この笹のこの切ったやつが危なくて、なかなか子供に川行っといでとは言えないんで、この状態じゃ。ちょっと今この辺をもうキワキワまで刈り込んでたんですよ。もうこれぐらいまで短く切っとくと、まあこけて手ついても大丈夫かなと思うんですけど、めっちゃ危ない。ここまでちょんちょんに刈り込んでると、こういう切れたやつ、こんなんがもうパンパン飛んできてめっちゃ危ないですよ。もう石も、こういう石が飛んでくるんで、まあ危ないけど、まあやるしかない、やるしかないんで、このね、奥さんに買ってもらったこの防具、保護ズボン、まあ、チェーンソー用やけど、まあ、これつけて、まあ、守ってもらいながらやっていこうかなと思います。ちゃんとヘルメットもかぶってね、よし、やっていきます。暑い、やばいっすね。だいぶいた、さっきの短い坂がほぼないかな。まあ、まだちょっと残ってるけど、下の方は残って、まあ、もともとはこんな感じだったんだ。そうか、この辺とかめっちゃ笹だらけ。こっちはだいぶやった。はあ、よし、これでなんとか、なんとかここもさーっと降りて川に行けるかな。うん、多分これ増水したらもう綺麗に洗ってくれると思うから、ちょっと置いときます。いやなかなかやな。この辺はまだやってない、まだまだいっぱいある。うわ、疲れた。よし、今日はこの辺でね、終わりにしたいと思います。ではまた。いやこの間、ついこの間草刈りしたのに。もうこんな生えてる。笹は強いな。うん、まつ。なかなか。
らないよな。しゃあないけど、とりあえず、やるしかない。頑張って買っていきますよ。よっしゃ、とりあえず一通り行けた。切れました。まあちょこちょこ残ってるけど、まあ、ついでに川べらも川沿いもちょっと切っときましたね。ああちょっと雨降ってんな。ダムだ。こっちもずっとある。ほんまに2週間、2、3週間で今ぐらいには伸びるかな。もうこっちなんかもうボーボーやもんな。一回これ綺麗に買ったんですよ。綺麗に全部買ったんですけどね、もうボーボー、もう意味ないぐらいボーボー。なか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 ですね。まあ今日はとりあえずね、ここをきれいにしたかったんで、よし、OK です。ここすごいね。馬がいいね。あ、来てくれはった。すごいわ。ちょっと撮っていいか聞いてみます。広い。よし。とってもいいと言われたんで、とって。めっちゃ広いやん。素晴らしい。ここもう24時間フリーなんですよ。へー。あ、出てきちゃった。うわ。よくね、あの馬がいてもね、例えばこういうところで放牧をして、夜は馬小屋に入れるとかね。そして管理をしてあるわけ、大体が。うちはもう本当にフリー。ああ。だから。もう好きな時に出てきて、大きい。すげえ。なんかあれやな、馬の触り方教えてもらったけど忘れたな。忘れた。前から行ってあかんとは言われたと。後ろから行ってもあかんし。なんかあの娘が乗馬してて、なんかその時に前が見えへんのかな。こう来るから、あかんって言われて、ね、そう、うん、あの前は見えてるんですよ。後ろね、350度は見えてるんです。後ろの60度。後ろに見えないので、怖いのかな。やっぱりあの蹴ったりする。馬は逃げるしかないんですよね。生殖だから。襲われるとか。いや、すげえわ。だからびっくりさせてたんです。すごいな、久しぶりに見た、馬。そうやな。いや、普通のあれやな、乗馬クラブにいる犬、馬と変わらんやな。サラブレッド。ね。サラブレッドですね。もっと、もっとサラブレッド。すごい。こんなん買うて、大変でしょ。大変って言えば大変ですよね。何でも大変ですよね。まあそらな。いいけどなんかめっちゃ近づいてきたぞ。まあ大丈夫。触って大丈夫なの。うん、どうぞ触ってみて。いやポニーちゃんも来たの。あ、来た。後ろにも来た。すごい。これ草刈りせんでもここまでなるんですか。そう。全く草刈りしてないの。いやすごいわ。それすごいわ。え、これ馬がいなかったら大変ですよ。大変ですよね。食べない草は、うん、あの出てくるんですけどね。あー、そうなんですか。ほとんど食べてて、食べてくれた嫌なものまで食べるから、芯も全部食べるから。すごい、こんなに綺麗に食べてる。小映えかなんかすごいですね。あのね、あのこの子たちもね、
これブヨです。あ、ブヨがつくんですか。ブヨこれ、ね、体温高くてね。あの私は人間だけ喋ってたらあんまり来ないんだけど、うん、この子らにすごいブヨと、でもうちょっとした刺し映え、でもうちょっとしたアブ、出てきますね。それかわいそう、かわいそうやね。うん、でこうダニがね、こうシカも入ってくるから、ダニが入ってる。もうだから私たちは冬の方がいいんです。あったかくなって虫が出てきてね。もう私もブヨに構えてお岩さんみたいなってこともある。もう本当に虫、本当に虫。いやですけども、これでも仕方がないんですね。そうやね。どうしようもなくて、うん、この子らは刺されたりしないんです。刺されてる。刺されてる。だから首があってね。だからあの、イブして煙をね、出すと虫が来ないので。ブヨな。きついもんな。水がきれいに出てるよね。よかった。すごい来る。自由やな。家の中も見せてもらおうかな。すごいな。ちゃんと扇風機もついて。いいな。こんな自由に買ってもらえていいな。帰ろうと思ったらめっちゃついてくる。出れませんよ、あなたたち。出たら怒られる。出ようとしてるやろ。ありがとうございました。すいません。すいません。ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございました。すいません。すいません。急に来て。あっちに猫。猫も犬もいます。犬さっき泣いてた。うん、大丈夫なんですか、馬と猫とか。あ、もうみんな仲良いです。もうみんなフリーです。好きにしてるし。すごい。馬も、犬もな、話し飼いってなかなか。うんこめっちゃしてるけど。それもね。それうんこぐらい。食べながら。行こうか。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。